上村千一郎は、日本の政治家、弁護士、衆議院議員、環境庁長官などを歴任した、豊橋市八丁通り三丁目にある上村の、銅像愛知県厚見郡福江町出身、12歳の時に父親を亡くす、愛知県成明中学校、早稲田大学法学部卒業、大学院で憲法を学んだ後、豊橋市で弁護士を開業した。その傍ら、 青年塾を開設し人材の育成に情熱を傾けた。戦後、愛知大学教授に就任。当時参議院議員を務めていた新類の杉浦、武雄の推薦を受け、1960年11月の第29回衆議院議員総選挙に、旧愛知国から自由民主党公認で立候補し初当選。自民党内では中曽根派に属した。総理府総務副長官。 大倉政務次官などを歴任。1978年、第一次太平内閣の環境庁長官として初入閣した。1986年、10期目の当選を果たす。1987年、裁判官弾劾裁判所裁判長に就任。1989年8月16日、高齢を理由に正式に政界引退を表明。 1990年の総選挙は、不出馬。1991年3月19日、豊橋市八丁通りの横断歩道を渡る途中、税務署員の運転する車にはねられ、3月20日午前0時過ぎに死去した。79歳没。ありがとうございます。